ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。この前の動画で、キューブ型 UFO が、太陽観測衛星のカメラに映ってたけど、まさか、アメリカの UFO 公聴会の中で、キューブ型 UFO の目撃証言が飛び出るなんて、あれには本当にびっくりしたわね。ああ、そうだな。なんといっても、経験豊富な空のエキスパートが、その目で直接目撃した、実体験に基づく告白だから、信憑性は、極めて高いと言えそうだな。そうよね。ところで、その UFO 公聴会だけど、証言を行った人は、何人かいたのよね。ああ、全部で3人いたぜ。いずれも立派なキャリアの持ち主で、適当なことを言って、世間を騒がせて、注目を浴びたいってやからじゃないぜ。テレビのニュースでちょっとだけ、流れてるのを見たんだけど、すぐに終わっちゃったので、具体的な内容が、とっても気になってるのよ。OK。じゃあ今日は、この前開催された、アメリカの UFO 公聴会の内容について、詳しく紹介していくことにするぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。アメリカ連邦議会下院主催の UFO 公聴会は、2023年7月26日に行われたが、今回が3度目の開催とのことだ。ふむふむ。ところで、1回目、2回目はいつ行われたの？ 1 回目の開催は、今から遡ること、かれこれ55年前の1968年らしい。ええー、何よそれ？それって人類が、月に行く前のことじゃないの？そのようだな。1947年に、かの有名な、ロズウェル UFO 墜落事件が起こり、人々の UFO への関心の高まりを受けて、初めて公聴会が開かれたのが、1968年。そして、半世紀以上もの月日を経て、2022年5月17日に、2回目の UFO 公聴会が、開かれたというわけだ。つまり、1968年、2022年、2023年と、開かれてきたってわけね。そういうことになるな。ところで、前回の公聴会って、どんな感じだったの？前回開催された、2022年5月17日の UFO 公聴会では、国防総省で UFO 調査チームを監督する、ロナルド・モートリー国防次官と、海軍情報部のスコット・ブレイ副部長が証言していたが、UFO 現象の解明に力を尽くしてはいるものの、その多くが未だ説明できていないと言ってたぜ。ふむふむ、なるほど。そうだったのね。それと、この公聴会の前年の2021年6月に、アメリカの情報機関を統括する国家情報長官府が UFO に関する報告書を公開してたんだが、その報告書の方もよくわかりません、みたいな感じだったな。ちなみに、そっちの報告書では、どんな報告がされてたの？その報告書によれば、2004年から2021年にかけて報告された、144件の UFO と疑われる目撃情報などを、アメリカ情報機関が検証したそうなんだが、そのうちの一つは、しぼんだ気球の見間違え、と判断されたものの、残りの143件は、何であるか、はっきりと説明できないままだった、とのことだ。144件中143件が未解決ってこと？しぼんだ気球の見間違えの件がなければ、寄せられた目撃情報の 100% 全てが、わっかりませんってことよね？ああ、そういうことになるな。それって、公式な調査報告書としては、あまりにもわからなさすぎじゃない？まあな。提供された画像や映像の解像度が低すぎて、いまいちよく見えないなど、情報提供者からの情報自体に問題があるものも、混ざっていたかもしれないが、そもそも、これらの目撃情報が、もしも本物の UFO だとしたら、本当に何なのか、説明できないのかもしれないぜ。そっか、何なのかはっきりわかるなら、未確認飛行物体とは言わないものね。だな。あ、でも、その公聴会で証言した人って、二人とも、政府の現役の高官だったのよね。ああ、さっき伝えた通り、国防総省の国防次官と、海軍情報部副部長だ。だったら、それって間違いなく、UFO 情報を、あんまり公にしたくない側の人たちなんじゃないかしら？まあ、普通に考えればそういうことになるな。そもそも、国防総省が、あまりにも情報を開示しないもんだから、何か隠してるんじゃないのか？ってことで、このような公聴会に繋がってるみたいだからな。そうよね。だったら、そちら側の人たちじゃなくて、反対側の人たちに証言してもらわないと、意味がないんじゃないのかしら？それは、霊夢の言う通りだと思うぜ。そこで今回、2023年の公聴会では、現役の政府の高官たちではなく、それ以外の者が3人選ばれて、証人として証言を行ったんだ。うわぁ、そうだったのね。それよ、それそれ。私もそれが聞きたかったのよ。今回の、2023年7月26日の UFO 公聴会では、以下の3名が証人として招かれ、証言を行った。
元海軍中尉で、F-18 戦闘機パイロットの、ライアン・フォーブス・グレイブス氏、元空軍情報士官で、元国家偵察局、UAP タスクフォースの、デビッド・チャールズ・グラッシュ氏、元海軍中佐で、司令官の、デビッド・フレイバー氏。みんな、退役してる人たちみたいだけど、ものすごい肩書きを持ってる人ばかりだわね。そうだな。この公聴会自体は、2時間以上にわたって行われたが、最初から最後まで一般公開されてるので、オリジナルの公聴会が見たい方は、概要欄のリンクから、飛べるようにしてあるぜ。私は英語わからないから、遠慮しとくわ。それより早く、内容教えてよ。おう、それじゃあ、行くぜ。ライアン・フォーブス・グレイブス氏の証言。まず、一人目の証言者、グレイブス氏は、F-18 戦闘機のパイロットとして、海軍で10年間勤務していた。2014年に、バージニア州バージニアビーチにある、海軍航空基地オセアナに駐在していた時、ジェット機のレーダーシステムが、アップグレードされた後、領空内で活動する、未知の物体が検出されたそうだ。ふむふむ、レーダーが、何かを捉えたというわけね。そこで、最初はレーダーのエラーか何かだと思っていたそうだが、すぐに、赤外線システムを含む、複数のセンサーが反応したとのこと。複数のセンサーが反応したってことは、単なるレーダーのエラーじゃなさそうよね。そこで調査に出向き、最終的に、バージニアビーチの海岸から10マイル、約 16km 離れた沖合のあたりで、2機の F-18 戦闘機の間に、UAP が出現したそうだ。2機の F-18 スーパーホーネットの間に、未確認の何かが割って入ってきたっていうことね。ところで、その、UAP って何のこと？ UAP とは、未確認空中現象のことで、厳密に言うと、物体ではなく、現象ということになってるようだが、私たちがこれまでに、UFO と呼んできた、わけわかんないやつのことを指してると思ってもらっていいぜ。それって、最近までなかった言葉よね？ああ、そうだな。確か、2021年6月25日に公開された、アメリカ合衆国国家情報長官府の報告書で、UFO に変えて、UAP という言葉が用いられてきたみたいだぜ。その後、2022年になってから、NASA でも UAP の研究を開始する、とかって発表してたから、ごく最近になって、使われ出した言葉になるな。そうなんだ。そこで、その UAP とやらはどうなったの？その2機の F-18 戦闘機の間に入ってきた UAP は、濃い灰色、または黒色の立方体で、透明な球体の中に入っていたそうだ。これが、目撃されたキューブ型の UFO ね。そしてその物体は、戦闘の戦闘機から、50フィート、約15メートル以内に接近し、直径は、5から15フィート、約 1.5 メートルから約 4.6 メートルだったそうだ。これってすごい話よね。猛スピードで飛んでる F-18 戦闘機から、たった15メートル以内の距離に接近っていうと、パイロットからしたら、もうほとんど、当たるんじゃないかと思うような、至近距離じゃない？ああ、おそらく、そんな感じに思えただろうな。それだけ近くに寄ってこられたんじゃ、見間違えってことも、まずなさそうね。そして、グレイブス氏の飛行隊が、基地に戻り、安全報告書を提出したところ、不思議なことに、この事件は、公式に認められなかったそうだ。こんな大事件を報告したっていうのに、あっさりスルーされちゃったなんて、おかしな話よね。また、議員との質疑応答の中で、グレイブス氏は、彼の元に集まってきた情報の中から、2003年の出来事について、こう述べている。ボーイングの請負業者のとあるグループが、カリフォルニア州にあるバンデンバーグ空軍基地の近くで活動中、非常に大きな、100ヤード、約91メートル四方の、赤色の四角い物体を目撃したとのこと。100ヤード四方の物体って、どえらい大きさの物体ね。そうだな。そしてその物体は、海から基地の方へと近づいていき、空軍基地の上空で、ホバリングしていたそうだ。ひええー。ホバリングしてたってことは、そのバカみたいにでかいやつが、空中に浮いて、止まってたってこと？どうやら、そうらしいな。それから、この物体は、約45秒ほどそこに留まった後、山を越えて飛び去ったそうだ。うへえー。そんなサッカー場みたいにバカでかいものが、空中に浮いたり、山を越えて飛んでいったりするのを目撃したら、私でも、その日は眠れなくなりそうだわ。また、グレイブス氏は、次のようにも述べている。グレイブス氏の他にも、30人以上の民間航空機乗組員や退役軍人が、UAP 未確認航空現象に遭遇しており、軍人、航空乗組員、民間パイロットを問わず、これらの目撃情報は、決して珍しいものではなく、日常的なものだと。日常的なもの？ああ、グレイブス氏によれば、食用上の悪影響を恐れて、目撃情報が、著しく過小報告されているが、実際の目撃事例は、かなり多いらしい。なるほどね。
パイロットが UFO を見たって報告すると、精神鑑定受けさせられたり、疲れてるから休むように言われたり、地上勤務に回されたりするって話は、昔から有名だもんね。議員からの質問で、グレイブスさんの考えでは、UAP 目撃のうち、パイロットによって報告されたのは、何パーセントだと思いますか？と聞かれていたが、多くのパイロットと話した私の個人的な経験に基づいた、大体の値からすると、5% くらいじゃないかと思います、と答えていたぜ。え？たったの 5% しかいないの？ということは、例えば100人のパイロットが UFO を目撃したとしても、UFO 見たぜーって口にする人は、たったの5人しかいなくて、残りの95人は、だんまりしてるってことよね？ああ、みんな職を失いたくないから、だんまりを決め込むことにするんだろうな。この実態は、なんとかして変えなくちゃ、まずいと思うわ。郵便ポストは何色に見えますか？って聞かれて、本当は赤色に見えるのに、青色に見えますって答えないと、異常者だと判断されちゃうようなものだもんね。ちょっと、何言ってるのかよくわからないが、まあ、見たものを見たままに、正直に言えない環境ってのは、問題終わりだよな。また、議員から念押しの質問が来て、グレイブスさん自身が目撃したものが、私たちの航空機ではないということを、どのようにして知ったのですか？とも聞かれていたが、グレイブス氏曰く、この物体は、ハリケーンの強風の中で、完全に停止していて、その後、超音速まで加速して、素早く動いていったとのこと。うへえ。透明な球体の中にいる、キューブ型の UFO、凄まじい性能ね。少なくとも、私たちが知ってる地球上の乗り物ではなさそうね。ああ、そうだな。では次に、二人目の証人の証言に移るぜ。デビッド・チャールズ・グラッシュ氏の証言。二人目の証言者、グラッシュ氏は、アメリカ空軍で情報将校として14年間勤務し、UAP タスクフォースに身を置いていた人物でもある。UAP タスクフォースって何のこと？ UAP タスクフォースというのは、米国国防総省の特別部隊である未確認航空現象対策本部のことだ。未確認航空現象対策本部？まあ、いわゆる UFO とか UAP とかの機密情報を取り扱う情報機関のエリートが集まるところだな。うろう。このグラッシュさん、めちゃめちゃすごい人じゃないの。もともとこの手の機密情報を隠蔽してる側にいた人ってことよね？ああ、そうだな。彼は立場上、かなり秘匿性の高い機密情報に触れる機会に恵まれていたので、彼の言葉には重みがあるぜ。これっていわゆる内部告発ってやつよね？そういうことだな。だから、このグラッシュさんは、これまでにも内部告発したことの報復を受け、時には命の危険を感じたことすらある、と告白していたぜ。素晴らしい勇気の持ち主ね。ぜひ、その勇気ある行動が、今後のさらなる情報開示と、人類の発展につながることを強く願うわ。ところで、そのグラッシュさん、なんて言ってたの？グラッシュさんは、UAP タスクフォースのメンバーだったので、軍と民間の両方から、非常に信頼される立場にあり、様々な貴重な情報を手にしていた。そこで、4年間にわたり、信頼のおける40人もの証人に行ったインタビュー経験から、アメリカ連邦政府が、UAP を所有していることを、絶対に確信している。そして、長年にわたり、その UAP をリバースエンジニアリングすることで、技術を発達させている、と言ってたぜ。どぎゃー。やっぱ、UFO をすでに手に入れて、あれこれこねくり回してるってことね。さらにグラッシュ氏は、UAP 墜落現場から、ヒッチと生物製剤を、回収した人にもインタビューしたことがあり、政府がヒッチと生物製剤を、密かに隠し持っているとも言ったんだ。げげー。これまた、凄まじい爆弾発言ね。でも、宇宙人やエイリアンじゃなくて、ヒッチと生物製剤って言葉を使ってるのが、妙に真実味を帯びてて、これまた怪しさ爆発ね。ああ、そうだな。それが何かはよくわからないが、明らかに人間ではないので、ヒッチトという言葉を使い、金属や石からできたようなロボットではなく、有機物からなる何かだったので、生物製剤って言葉を使ったんじゃないかと思うぜ。もちろんこれが、地球外知的生命体ってこともあり得るのよね。ああ、地球外知的生命体も、ヒッチト生物製剤に含まれると考えていいと思うぜ。そして、このグラッシュさんは話の中で、UAP が保管されてる具体的な場所や、もろもろの情報源など、かなり貴重な情報を、いくつも持っていることも口にしていたが、それらの秘匿性の高い情報は、公の場では話せないので、非公開の場で、安全が確保されるならば、伝えることができる、と言っていたぜ。そうなのね。それはちょっと残念だけど、何でもかんでも、公聴会で、全てをさらけ出すわけにはいかない。っていうのは、仕方ないことだと思うわ。さらなる内部告発で、自分や家族の命を危険にさらすわけにもいかないし、
情報漏洩とかで、刑事罰の対象にならない保証がないと、迂闊に喋れないわよね。ああ、そうだな。もう十分すぎるほど、ギリギリのラインまで話してくれてると思うぜ。今回の公聴会は、前半の公開パートと、後半の非公開パートがあるようなので、後半の非公開パートでは、もしかしたら、とんでもない爆弾発言があったかもな。くぅー。その非公開パートで話し合われた内容、なんとかして知りたいわね。同感だぜ。それでは、最後の3人目の証人の証言に移るぜ。デビッド・フレーバー氏の証言。3人目の証言者、デビッド・フレーバー氏は、アメリカ海軍の司令官だった人だ。フレーバー氏は、2004年、USS ニミッツで、戦闘飛行隊の指揮官をしていた。ニミッツって、でっかい戦艦でしょ？ああ、そうだな。ニミッツは、アメリカ海軍の誇る原子力空母で、第11空母打撃群の機関だ。ふむふむ、戦闘機いっぱい積んだ、でっかい空母ね。そこで2004年当時、カリフォルニア沖で、USS プリンストンを管制艦として、空対空訓練をやっていたところ、急遽訓練が中止され、実際のとある任務が与えられたそうだ。とある任務？フレーバー氏たちが西に進むにつれて、目的としている物体までの距離を、航空管制艦がカウントダウンしていたが、実際にそこの目的地についてみるまでは、何が見えるか全くわからなかったそうだ。ふむふむ。目的地が与えられて、そこに急行せよ、ってことで、実際に飛んでったってことね。管制官の話によると、この物体は、なんと、2週間以上にわたって観測されているとのこと。そして、その物体は、高度8万フィート、約2万4000メートル以上から、高度2万フィート、約6000メートルまで急降下し、そこに数時間いたかと思うと、今度はまた、高度8万フィート、約2万4000メートル以上に上昇し、宇宙空間で何時間もたむろしてるんだそうだ。その未確認飛行物体の動き、やばいわね。フレーバー氏たちが目的地について、高度2万フィート、約6000メートルを飛びながら、辺りを見回していると、右の方に、青い海の中で、白い水が際立ってるところが見えたそうだ。ふむふむ、真っ青な大海原の中で、白い水しぶきが激しく上がってたら、すごく目立ちそうよね。この時調査に向かったフレーバー氏たちの2機の F-18 には、パイロットの他に、後部座席にも人が乗っていたので、合計4人が調査に出向いたことになるが、4人全員が、あるものを目撃したそうだ。なになに？その白い水しぶきのところに、一体何がいたっていうの？フレーバー氏曰く、水上をまるで、ピンポン玉のように跳ねながら、猛スピードで移動する、白い物体を見つけたとのこと。その白い物体は、見たところ、翼のようなものは一切見当たらず、ティックタックのような形をしていたそうだ。ティックタック？これは霊夢が好きな、歌ったり踊ったりする動画満載のアプリの TikTok じゃなくて、アメリカで有名な TikTok キャンディーのことを言ってるみたいだぜ。ああ、そうなんだ。そういうキャンディーがあるのね。一瞬、フレーバー司令官、どうしちゃったのかと思ったわ。こちらの高度が約1万5000フィート、約4600メートル、UAP の高度が約1万2000フィート、約3700メートル。そして、その UAP から約800メートル以内のところまで近寄っていったら、突然、その UAP は急加速して、消えてしまったそうだ。あらら、どこに行っちゃったのかしら。フレーバー氏はすぐに引き返し、さっき白い水しぶきが上がっていたあたりを、もう一度見てみたが、そこにはもう何もなかったそうだ。すると、管制官から連絡が入り、さっきの UAP が、約60マイル、約 100km 離れたところで発見されたとのこと。今さっきまで目の前にいた未確認飛行物体が、急加速して視界から消えたと思ったら、今度は 100km も離れたところに出現って、まさにアンビリーバブルよね。ああ、私たちの常識じゃ、考えられない速度で移動したってことだな。それと、この事件に関しては、その後、全く何の調査も行われず、フレーバー氏も他の戦闘機の乗組員も、誰も何も尋問されることもなかったそうだ。一人目の証言者のグレイブス氏の時と同じパターンで、見て見ぬふりというわけね。複数のレーダーが未確認の物体を捉えて、F-18 戦闘機2機が調査に出向き、実際に怪しい物体と遭遇してるにもかかわらず、その後、その調査が行われないなんて、これはどう考えても不思議よね。ああ、これだけの大事件にもかかわらず、調査がされないなんて、全くもっておかしな話だぜ。さらに、議員からの質問に対して、フレーバー氏が詳しく答えていたが、まず、その日の天気を覚えていますか？と聞かれたら、フレーバー氏は、その日のサンディエゴの天気は完璧とも言える状態で、風は弱く、白波はなく、空には雲一つない晴れた日でした、と言ってたぜ。つまり、辺り一面、真っ青な大海原で、
その UAP が出現したところだけ、白波が立ってたってことね。それじゃ、何かと見間違えることは、まずなさそうね。ああ、そうみたいだな。さらに議員から、その UAP の形状について、もっと詳しく教えてほしいと言われ、高さは40フィート、約12メートルほどで、ティックタックキャンディーのような形。ティックタックを知らない人は、空飛ぶ巨大なプロパンタンクを想像するといい、とのこと。巨大なプロパンタンクのようなものが、猛スピードで空を飛んでるって、ちょっと想像つかないわね。そして、その UAP は真っ白で滑らかで、窓も継ぎ目も何もなかったそうだ。ふむふむ、なんだかつるっとしてたってことね。また、その時に撮影した映像を、後から大きなスクリーンで見てみたら、UAP の底の方から、二つの小さな物体が出てきてるのが確認できたとも言ってたぜ。二つの小さな物体？何かの突起物ってことかしら。フレイバー氏によれば、F-18 戦闘機に乗っていた4人は、全員がこの UAP を目撃しているし、その4人とビデオで確認した2人を合わせた関係者6人は、全員が全員、軍で20年以上のキャリアを積んだベテランであり、見間違いや気のせいといったことは、ちょっと考えられない、とも言っていた。この UAP 遭遇事件は、レーダーが UAP をしっかり捉えているし、空母に3つもプリンストンも、追跡していることから、最も信頼できる UFO 目撃情報の一つとも言われてるんだ。ふむふむ、なるほど。確かにそうよね。何人ものベテラン中のベテランが目撃し、追跡し、レーダーにも映って、記録が残ってるんだものね。これだけ証拠があったら、気のせいということで、うやむやにはできないわよね。それでも、この情報が一般の私たちに知れ渡るまでには、約15年もの月日がかかってるんだぜ。凄まじい隠蔽体質ね。今日の3人の証言は、どれもめちゃくちゃ気になる証言だったわね。できれば、私もどれか一つだけでも見てみたかったわ。じゃあ、最後に、ティックタック型 UFO の映像を一緒に見てみるか？3人目のフレイバーさんが目撃した、ティックタック UFO の映像って、見ることができるの？ああ、見れるぜ。このレーダー映像は、以前、UAP を捉えた映像として、アメリカ政府が正式に認めたもので、かなり手広く出回って、騒がれてたぜ。おそらく霊夢も一度は目にしたことがあるんじゃないか？ああ、これ、前に見たことあるかもしれないわ。この映像って、今回の公聴会で証言した、フレイバーさんが目撃した UAP の、貴重な証拠映像だったのね。どうやらそのようだな。UAP、未確認航空現象、なんて呼んでるけど、F-18 戦闘機のレーダーが、目標をバッチリ捉えて追跡し続けてるので、やっぱ、UFO、未確認飛行物体、なんじゃないのかしら？まあ、物体である UFO も含めて UAP って呼んでるみたいなので、その辺の呼び方については、あまりこだわらなくていいと思うぜ。なるほど、わかったわ。でも、このティックタック UFO って、本当に不思議な形をしてるわね。翼なんかも全然ついてないし、丸々してて、空気抵抗とかも、全く無視した形よね。ああ、そうだな。フレイバーさんがやり取りしてた、管制官の話によると、このティックタック UFO は、宇宙空間で何時間もたむろしてる、みたいなことを言ってたから、おそらく、私たちが想像もしないテクノロジーで動いてると思うぜ。そうよね？そういえば、もうそろそろ急加速するはずだぜ。ああ、ほんとだ。すごいわねー。でもって、この物体はこの後すぐに、ここから約60マイル、約 100km 離れたところで、発見されるのよね？ああ、それがまさにアンビリーバブルだよな。この映像すごいわね。なんだか胸が、ドキドキするわ。私もドキドキしてるぜ。物理法則を全く無視した動きをする、この UAP って、一体何なのかしらね。さあな、皆目見当もつかないが、ただ一つ、忘れちゃいけないのは、私たちが知ってる物理法則が、この宇宙の物理法則の、すべてじゃないってことだな。あ、確かに。言われてみればそうよね。今の私たちが知らない、物理のお宝法則が、まだまだたくさん眠ってそうね。ああ、おそらくそうだと思うぜ。それじゃあ、UFO 公聴会2023の話はここまでにするが、今日の話がほんのちょっとでも、面白いと感じてくれた方は、ぜひ、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。お願いします。それと、皆さんの意見や感想も、自由に書き込んでもらえると嬉しいぜ。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。